シンジャオ、テーザーチャンネル、レンド、ナト、アキト、カズです。シンチャオ、シンチャオ。シンチャオ。で、自分は行ったことある？ないです。あります。僕も1回しか行ったことないんですよね、ハノイに。あ、ハノイ行ったんですか？仕事ですか？そうなんですよ。そうですよね、観光だとホーチミンとかダナンあたりが、ね、今はね、大体今人たちはベトナムに旅行しの方が多いになりました。人はあ、そうなんだ。そうです。ビザなくて行けるもんね。そう、場所はね、綺麗とみんなは言った。あ、じゃあベトナムは旅行に行くイメージ？はい、前はタイだけでしょ。今ベトナムとか旅行しました。はい、行きたい。アンナ行きたい。いろいろな場所は綺麗と思いました。写真見て、綺麗な山とかいろいろな海とかいろいろな川、大きな川。ハノイは有名ですけど、あんまり写真も見たことない。リンは？あ、私も旅行ですね。旅行と、あと女の子が綺麗。おっさんみたいな回答。そう、過去の服はね、綺麗ね。あ、青材。あと旅行の中で、あのミャンマー人の中で有名なベトナムって、あのお箸、この大きな手で、手の上に作ってたお箸。箸ね、箸。あ、わかんなくなっちゃった。お箸だとなんかチョップスティックの方になっちゃう。すいません、すいません、いつも間違ってる。この手の上に使ってた箸と、あとはあの駅、古い駅、名前忘れたけど、すごく古い駅、この辺に、このちょっとあの田舎方にあるらしいんですけど、すごくあの景色が良くて、この駅の周りのあの緑とか、あとは古い感じ、古い感じが好きかな。私も行きたいと思ってたし、ぜひ行きます。一回はニュースが終わった後で。ベトナムはね、行きやすいよね。近いし、飛行機多いよね。結構飛んでる、はい、あと高いですか？安い物価？はい、物価そんなに高くないよ。あの日本食とか、はい、高いお店、ホテルの中のレストランとか行ったら、はい、もちろん高いところもあるけど、屋台とかで食べたらそんなに100円とかかな。だからかな、あのミャンマー人よくあの最近というか、ウイルスが流行った前、最近出たね、友達も行きました。綺麗でしたよ、はい、みんなで、友達みんなで一回行きますと約束しました。いいね。そう。ミャンマーにベトナム人はいっぱいいる？私は会ったことないです。私、タイに会ったことあります。あ、男タイでね、かっこいい。またその話。ありがとう、あの男の子だった。最終的にやっぱり男の話になった。前はね、タイ人の人たちはベトナムたちにパスポートはね、あげません。悪い人たちと思いましたから、今はどん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 にパスポートできるようになりました。だから、ビザが。はい。はい、ビザはね。ミャンマーとさ、ベトナムとさ、タイのなんか違いってあるの？はい、違い？多分、日本人からすると、はい、全部同じに見えると思うんだよね。はい、あ、同じ見えますか？僕らはほら長いから、うん、私もあのどこの国も住んだことがあるんで違いわかるな。カンボジアもわかる。パッと見てちょっと失礼かな。なんか中国人と日本人と韓国人が近いようなもんですよね。そうそう、まあそうですか。よく見ると違うけど、知らないとわかんないみたいな。欧米人もさ、オランダ人とフランス人とドイツ人ってパッと見わからなかったりとか。そうですね、はい、うん、確かに。でミャンマー人とタイ人はすごく似てるかもしれないです。あとベトナム人はあまりイメージはしないのでよくわかりませんですけど。私、あ、会ったことはね、韓国人とちょっと似てる。あ、ベトナム人か。はい。それどういうところが？顔とか目とか、あ、少し似てる。はい、鼻とか顔のイメージはね。韓国なんだ。中国じゃなくて韓国？
はい、タイ人がすぐ分かりますけど、ベトナム人と中国人と私は間違いかもしれないんです。テレビとか YouTube とかで見てるんですけど、中国人の女の子とベトナム人の女の子似てる。似てるね。そうそう、はい、はい、肌も白いし、細長いというか細長くてまあそんなスラッとしてる、ね。私からしたらみんなも細長いよ私が長いんだよ、ミャンマーの子も本当にスタイルがいいからミャンマーはさ、135民族がいるからさ、はい、ミャンマー人って言ってもなんかいっぱいいるから分かりづらいよね。本当に私の ID カットに4つ、私の ID カットに私の民族の名前は4つ入って。何それ、どういうこと。民族、インド人から来ましたので、インド人と、うん、ビルマーハーフあーもうそんなにですか。カリンカリンハーフかな。これ多いよ多いよ。クォーターなんだ。先生先生先生、お父さんのお母さんでしょ。そうだね、そうだけど ID カードに4つ書いてある。書いてあるんだ。 ID カードは民族って載ってるんだ。載ってます。はい、はい、そう。ひょっとじゃなくて、私は2つと、みそ、カリンとビルマ。あ、はい、ビルマか。これはハーフだな。じゃあ、リンはクォーターなんだ、はい、4つあるから、はい、もう素晴らしい。僕は、8人ですかって言われる。あ、合ってる、合ってます。合ってる。日本語字は入ってないかな。ママは何民族。カリン族かな。カレン、はい、そう、カリン族。バンマ入れてくれない。オンリーカレン。じゃあそんな4人のミャンマー人でお送りしたいと思います。よろしくお願いしますさあ、ニュースを教えてください。はい、ヒロトにある痴漢に道路、痴漢に道路は 85% くらい終わりましたって。あれ、もう終わるんだ。え、早いね。来年に始まるって。下にお店も10個くらい入ってますって。あ、本当。で、エレベーターも使いますって。あとは足の不自由な人とかね。はい、足の不自由な人。足の味の不自由な人のために。足ですね、足、すいません味足の不自由な人のために、道路にもありますって。バリアフリーになってるんだ。地下通路って初めてじゃない。初めてですね。そうだよね、はい、そういうのは初めてです。うん、ジャンションスクエアですよ。ジャンションスクエアの近くに。そう1時間に歩ける人数は6000人です。楽しみ。私全然知らなかった。あ、本当。できたらみんなで行こう。はい、行きましょう。歩いてみたいです。怖くないですか。初めてだから私ね、いろいろ考えてました。地下で歩いてる時にちょっと怪しい人が後ろについたりとか映画のこととか考えてて、すごいちょっと怖い感じ、まあ、一人で歩くとそうだけどね。アンナは初めてじゃないもんね。怖くない。私は外にはあまり行ってないから本当にいつも部屋でゲームしてんのな。そうですね。そっか。あんな、ニュースあるかい？ニュース？うん。ありますよ。お、いっぱいある。いいえ。一つだけ。なになに？今からピッテイ。ピッテイと、あ、輸出数が何ですか？アボカド。お、アボカドの輸出？はい、はい。成功しましたとか、お、ニュースに出てました。ミャンマーのアボカドがイギリスに。それさ、中国とタイじゃなくて？中国にタイにはあまり、高くないから、ビデイに。同じニュース見て、中国とタイ政府と交渉っていうアボカドね。それはあまり、値段はあまり高くないと思いました。安く買われるからってことか。私はね、日本にドリアンを輸出したいな。わあ。日本人ってドリアン好きですか？全然。全然。なんで？私は食わず嫌い。匂いがちょっときついから。匂いは強いですけど、味はとても美味しいよ。私も匂い好きじゃない。でもみんな匂いよね。前私散々食べません。うん、私も頑張ったけどまだ無理です。そうだね。
なんでじゃあドリアン送ろうとしてるんだよ。じゃあ好きじゃないけど日本人に売ろうとしてるの。なぜだ。なんで。リンが好きなものにしない。となんか押し付けてるみたいな。嫌だ。売れるものを売るのはねビジネスでは正しいからね。別にいいんだけどね。こうやって肌を詰まって。あ、肌を詰まってか。あのダメでしたよ。ダメだったのか。あのこの喉にあの通らない。もう本当嫌いじゃん。何回ですか。何回食べたことありますか先生。2回頑張った。もっと頑張って。私も今回ぐらい頑張りました。そんな頑張る。こんなに頑張る。本日も動画見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。面白かったら高評価を、もっと聞きたなったらチャンネル登録をお願いします。それではレンとアンナとアキとカズでした。たったー。